こんにちは、フルコンでございます。今日も動物の森をやっていくんですが、今日はね、土曜日の午後4時41分ということで、かなり早めの時間でございます。はい、なのでちょっと子供たちもね、横にいるんですよ。ただちょっと僕やりたいことがあって、家の整理をね、いい加減したいのよ。むちゃくちゃになってるから。ただそれさっちょ作業系になっちゃうので、子供が退屈になるから後にして、後回しにしてね。それは新しい住民の方も来てることやし、今日はいろんな方と話したりとか、ジュンをね呼び出したいのよ、アミーボカードで。そのあたりを先にやっていこうかなと思います。ホワイトデーイベントは特にないんか、残念。さあ、とりあえずね、今日何しよっかな。新しい人が来てるから、とりあえず話したいな。ここよね、このリンゴマーク置いたからな。ミランダさんお家おるかな。おるわ。でも越してきたばっかりやから、まだ段ボール広げてるところやな。あ、おっとおっとおっとおった。こんにちは。あら、あなた、この村の人？まあ、フルコン君っていうの？素敵な名前ね。何さ。私はミランダ。誰かに呼ばれてる気がして、ここに引っ越してきたの。今日はバタバタしてるけど、またゆっくりお話ししましょう。何さ。村長であることは名乗らないねんな。まあ、この格好で村長って言っても信じてもらえないかもしれんけどな。いや、ミランダさん今後仲良くなっていきたいな。まあ今日は引っ越したばっかりやからね。あんまりお話はできないね。とはいえ、ちょっと家の中増築されてるはずなんで、それだけ見たいな。お片付けは後でやるにしてもね。広なってたら物も置けるスペースも多くなるやろうし。おー、広なってるっていうか、めっちゃ散らかってんな、これ。改めて見たらおもちゃ箱になっとる。誰やこんな散らかしたん。ちょ、顔が見てみたいわほんまに信じられへん、中学生やな。ブレンダーさんおるわ。いらっしゃいませ、ダナモ。どうもブレンダーさん。ダナモって言ったよ。コンビニって便利よね。私にどんな用事かしら。コンビニって用はなくても立ち寄っちゃうのよね。ん？それでこれ、豆キッチ、粒キッチやで今日。あ、粒キッチやわ今日は。ね。粒キッチやわ。うん。なあ、似てんねん。そう。赤ちゃんやで。あのキッチの。似てるよな。うん、そう。そう、夜は豆キッチで、昼は粒キッチやね。夜中働かされてんのは豆キッチ。ひどいな。うん、朝は粒切っちゃうかな、多分。お、この椅子いいじゃん。スカンジナビアのチェア買いましょう。朝は粒切っ。今日のフォーチュンクッキー、むしゃ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 。はい、早速ですね、中からおみくじが出てきた。なになに。君は人の邪魔をする機会に3回も恵まれる。ん？任天堂ゲーで人の邪魔をするといえば、地獄のマリオメーカーバトルモードですが、時期的にそうじゃないだろうのでえ、スマブラとかマリオカートとかかな。はい、もう一個。でーん、おみくじ。金槌を克服できます。泳げるようになるということ。え、これもビーフィット系じゃないんかな。ね、ちょっと聞いてみよう。なんやろな。31番ですね。あ、おめでとうございます。31番の景品はトリプル赤コーラなるほどなマリオカートか、人の邪魔をするといえばそういうことか。これはビーフィット系と見た。どうだ、青ピクミン。あ、全然違かった。泳げるようになるってこと。わかった。でも明日ひのこさんいなくなっちゃう。うん、そうだ。そうやよ。暑いわって言われる。暑いわって言われるんで。そう、ひのこさんバイバイや。ガビアは、じゃあ、明日はパパだよから、一回今朝会いに行く前、ひのこに会いに行ったら。あ、そうやな優しいな。ひのこ会いに行こうかな。うん、そうしようそうしよう。そうやな、ひのこバイバイやからな。シャスさんよりひのこさん先会っていいの。いいな、優しいな。落とし穴落ちちゃった最後にひのこさんお金いっぱいくれへんよ、バイバイの前に
そんなことないと思うで。ひのこさん、出ていく前にお金いっぱいくれんの。バイバイの品あげよっか。せやな。うん。今日お手紙でひのこさんにバイバイの品送ろ。な、それいいや。あ、ひのこさんおったわ。よっしゃ、話しかけようか。やっぱ清掃やな。斧持って話しかけよう。うっす。斧、金太郎です。どうも、ダンケ。ところで、うちになんのよ。あ、それ暑いわじゃないねんな、今はな。最近でかいイベントがないけど、まあこんな時期もいいもんな。お祭りごとには全力で参加ってのがうちの心情だからさ。続くと持たないもん。次のイベントのために体力蓄えておかないとね。明日引っ越しという大イベントを迎えておるから。それ結構体力使いますよ、ひのこさん。佐川男子がやってくれるかもしれんけどね。佐川男子好きそう、ひのこさん。俺はテントウムシを捕まえるぜ。あ、なんかサブリナさん、特別会話や。どうも。この村にもよその村から来たお客さんの気を引く何かがあった方がいいと思うの。そうね、例えばレンガの橋とか素敵じゃない？どんだけ？ま、次の公共事業の候補として考え。うわ、愛人が公共事業を提案してくる。いや、なんか、ああ、それは知ってる、ひのこちゃんの話はね。なんかスナックのママとか愛人から公共事業を提案される村長ってなんかありそうで怖いわ。リアル大阪村。怖っ、このゲーム。あ、先めっちゃあるからちょっと一回フータンとこ行こっか。今日もフータンとこおんのかな。ジャス、あ、2号や、2号やな。やっほー。あ、フルコン君元気してる？こんなところで会うなんて運命じゃない？トゥース。それで何か用かな？トゥースやね。あたいもいろんな虫を見て違いのわかる女になりたい。俺2号って女の子やったんか男の子やったんか分かってなかったけど、女の子やったんやな。ゴキブリとカブトムシの違いぐらいはわかるよ。かわいいやっちゃ。2号もかわいいよな。女の子なんやって2号。知らんかった。男の子やと思ってたな。な。あ、チャスおった。チャスおった。ちょっとなんか、恐竜に擬態してるけど。こんばんは。おー、フルコン。ここに薄暗いから誰かと思ったよ。俺も誰かと思ったよ。恐竜の後ろに擬態してたよ。こんだけの骨をきれいに磨くってのも、骨が折れそうだな。折ったらまずいんだ。な、そうやで。おーす、フルコン。おいらにどんな用だ？ちょっと暇つぶしなんだ。やっぱすげえな。大きくて強そうで、恐竜はオイラの目標だ。ん？コーンフレーク食べたらなれる。コーンフレークとミロとフルーチェ食べたらなれるんやから。チャスも今日は恐竜見に来てんねんて。うん。恐竜好きなんやって。うん。家作り後でするんですけど、ちょっと、家具だけ、のけました。じゅんさんを呼び出すのにね、ちょっとあんなごちゃごちゃしたところじゃあれだったので、で、出てきたじゅんさんをちょっとしっかり見れないかなと思ったので、それでは、この殺風景な部屋で、ま、ただね、じゅんさんをしっかり見れる広い部屋で、ゆうたろうさんを呼び出そうと思います。うっすー。来たー。こんな風にスポットライトを浴びる日が来るなんて思っても見なかったよ。はっはー、そういうキャラなんや。ねえ、じゅんさんっぽいでしょうかね。かわいいな、じゅん。なんか拗ねてる、なんか拗ねてる時の顔かわいいな。あ、なんかちょうだいもあんねや。でも村に住みなよにしよっか。呼ぼっか。村に住みなよ。おっと、今の大阪村は店いっぱいで新しい住民を受け入れる余裕がないみたいです。代わりにアンソニーさんが村から出ていくこと。じゃあ他の方にしましょう。え、ひのこさん明日出て行っちゃうから、うん、まあこれでいいか。ひのこさんもともと出ていく予定やったからな。うん、じゃあひのこさんに出て行ってもらいます。明日にはひのこさんが出ていくことになってると思います。このことは、おっと一番人気のじゅんさんが悪い顔している悪い顔させてしまったな。わざわざ呼び出して一番人気やのにね。え、まあでも我が村では、我が家族では残念ながらブーケさんが一番人気ですから、まあ来たとしてもそこのところはしっかりと覚えといてもらわなあかんな。
よし、ここでちょっとあれしよっか。マリオカートのやつちょっと見とこう。こんなんやで。ビヨーン。これ邪魔やなこれ。押せる。これちょっとマリオグッズマジで使いにくいのばっかりやな。で、青ピクミンね、帽子なんよなこれな。今日これでいこうか。な、これダメ。よし、じゃあ家作りするか。ちょっと一旦終わるね。はい、というわけで、3月15日の AM5 時になっておりますが、今回ね、一番時間かけたけど、一番短い回になるかもしれん。というのも、ちょっと聞いてくれ。あのな、いろいろ考えたのよ。まず内装。内装いろいろ考えたんやけど、持ってる家具を総動員させて、いろいろどうしようかなって考えたものの、どうも納得いかなくて、いろいろ家具は集めたものの、やっぱバラバラやからさ、同じタイプの家具が揃ってないのよね。で、圧倒的に家具の数が足りない、同じ種類のと思った結果、とりあえずもうなんかシンプルにいるものだけをね、端っこに寄せたような感じの家になってしまいましたね。申し訳程度に真ん中にマスターソードとトライフォースを置いて、マスターソードを犬が守ってるという、もう意味不明な。いろいろ考えた結果、こんな家になってしまいました。はい。いや、でもね、なんかね、ないのよ。こういう、この木のタンス系でシンプルにまとめたいなと思っても、結局この木のタンスと、この木の机ぐらいしかなかったりとか、このスカンジナビア系でまとめようかなと思っても、言うてスカンジナビアなベッドとテーブルと、まあ、3種ぐらいしかなかったりとか。なのでね、同じ種類の家で、まとめていくってめちゃめちゃ大変やなと思いましたが、今後ね、ちょっと いい家作りができるように家具を集めていこうと思います。ここでね、あのケントの、ね、ハッピーホームなんとかアカデミーかが役立ってくるんやろうけれども、今飛び盛りですれ違い通信ってね、でまあなんかちょっと情勢の折りもあって、外に出てすれ違い通信するっていうのもね、難しそうな昨今でもございますので、家具集めって難しいけど、みんなどうやってんやろな、家具集め。効率の良い家具集め。すげえ、なんか、やろうと思ったらこだわり出して、すげえ、結局何もできないみたいなことになってしまいました。で、さらにね、ちょっと家作りがうまくできなかったので、これ、コメントも参考にして、まずね、ガーデニング、自分の好きな花を作ろう、自分の好きな庭を作ろうの前に、いろんな花を交配させるべきなんだなということが分かりました。で、基本、同色の花を密集させたら、この空いてるスペースに新たな花ができたりするということらしいので、まあ、同色の、同色同種類の花を、こんな感じ4つとか2つでね、密集させて、パラパラと置いていくようにしたと。で、これで、新たな花が交配されてできてきたら、まあ、それとそれをまた交配させてみたいな感じでやっていけばいいのかなと。こういうオレンジのね、この子とかね、一輪しかなくて、一束っていうかな。仲間を見つけてやりたいなと。で、仲間がいない花に関して、一旦ね、南の島に行って、蝶々のツアーに出て、蝶々ツアーといえば花あるでしょってことで、蝶々無視して、花をいっぱい取ってきたりして、チューリップの仲間とかね、こういう、スミレとかね。集めてきたって感じです。タンポポもね、一輪しかなかったりね、なかなかお友達を見つけてやりたいなと思う今日この頃ですが、一旦今の出来としてはこんな感じになってます。で、さらに持ってた果物もね、総動員させていろんな木を植えたんですよ。ちょっとこっちの方に僕の植林場どこにしようかなと思ったんですけど、自分の家の近くね、なんか置く場所があんまなかったので、村の走りになりますが、この辺になりました。何植えたっけな。とりあえずね、南の島また行ったらドリアンがあったので、ドリアン、これドリアンやったと思う。ドリアンとライチとマンゴーとバナナの木あたりをこの辺に均等間隔に植えたって感じですね。はい、まあ、これが育つのが楽しみだなと思いつつ、そんな感じの報告で、結構作業時間かかった割にもう報告終わってもたわ。さらにね、南の島行ったついでにぼーっとお金集めもしてきて、まだ今お金が20万以上貯まっているんですよね。で、これをどうするかですよ。家の増築に全部つぎ込んでしまうのもいいんですけれども、まあ最近ね、
増築したばっかりなので、ここで貯めた20万円はリセット監視センターにつぎ込もうかなと思います。次の公共事業もしたいしね。ここあとどれぐらいやっけ。おはようございます。そうそう、募金してて、現在16万。あ、いけんじゃない。お、いける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 。おっしゃ、リセット監視センター作っちゃおうぜね。っしゃ、いけ、ズドーン、達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。やったー。これ火回ってもうたからさ、出来上がるのはこの3月15日の早朝なんですけど、今、月曜日かな、出来上がるのは。はい、オッケー。というわけで、火またいで、もちろん間寝たんですけれどもね、考えてる時間も含めていろいろやったり考えたり寝たりしてるうちに火をまたいでしまいましたというような動画でございました。いやさ、なんかめっちゃ飛び盛りは楽しんでんねんけど、なんか凝り出したら動画にする部分がどんどん減っていくっていう、そういうどんどん動画の時間は短くなるかもしれんけど、プレイ時間は長くなるっていう風になっていくもんなんかもしれんな、これな。どうしようかな、ちょっとなんか村人誰か話しに行こうか。熟睡中、ちょっと早朝すぎてさ、みんな寝てんねんよな。ぐっすり眠ってるぞ。みんな寝てる。せっかくやから誰か話しとこうかと思ったんやけど。基本みんな寝てる。サブリナさんも寝てる。ダメだ。朝活しようぜみんな。なあ、おじいちゃんみたいな子おらんの、5時半。ねえ。というわけで、もう誰かと話してから寝ようと思ったけど、それもできそうにないので、今日はこれで終わります。おお、なんかある。これでも叩き落として終わります。ご視聴、ありがとうございました。外れたっ。せやせや、まだ終わらんのよ。そう。そうだ、そう、娘の提案をね、やらなきゃっていうのを忘れるところでした。ひのこさんにね、お手紙書いて、で、バイバイの品をね、送るということをしようと思っておりました。まだ手紙書けたのよ。うん。ひのこさん、今までいてくれてありがとうって感じかな。うん。これでいいかな。あなたのバトルスピリッツはいつも僕らの情熱をかきたてました。ね。で、本体は自分で買ってねっていう。いや、これバランスウィーボードを送りつけるつもりです。もう売ってへんけどな、Wii 多分。あ、中古なら売ってるか。はい。なんやん、待って、バランスウィーボードはね、もう包んであんのよ。これちょっとこのプレゼントをくっつければいいやな。何の音やっけこれ。ん、あ、6時のチャイムかな。はい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 、郵便局持っていきましょう。なんか朝だよって言われたんだけど、静江さんに。なんだ？ん？セーブしています。え？なんで？どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、あれか！朝6時が、1日の切り替わりなんかな？動物の森システムで言うと。なんか手紙来てるし。ちょっとすいません。村長さんどうもどうも。あ、これリセット監視センターできたな。たった30分で。前回もちゃんとセーブできてますし、別に怒り来たんちゃいます。ただの挨拶です。この度はリセット監視センターの設置ほんまにありがとうございます。これでまたリセット監視業務に専念することできますわ。こうしてリセット監視センターを設置してもらえたということは、リセットの監視は必要や、ワイに怒ってもらいたいいうことやと思いますんで、次回から遠慮なく全力で行かしてもらいます。あと村長さんといえどもセンター立ち入り禁止なんで、そこのとこよろしく。ほなー。いや、これあれ、ちょっと待って、もしかしてさ、ちょっと俺、郵便局の前にやっぱ気になることがある。この手紙、この手紙さ、もしかしてさ、やっぱりひのこさんから。ひのこさん、これバイバイしたよっていう手紙でしょ絶対これ。結局うち引っ越すんだ。あんたには世話になったね。しけた雰囲気は柄じゃないし、長い旅に出るってことにするよひのこさん。ちょっと待ってくれ。俺が用意したひのこさんへの手紙、
紙一重で送れんかった。はあ、いや、でも気持ちは伝わったと思う。うん、昨日話できたし、いや、先やっときゃよかった。というわけで、こんなんですけど、今日の動物の森実況プレイ終わりでございます。ご視聴ありがとうございました。